はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりほとです。今日はですね、以前、はい、動画でご紹介しましたハードオフジャンクニコン F4S を実践デビューで使ってみたというお話をしたいと思います。レンズもですね、同じくジャンクで購入した、トキナーの、ATX Pro 28-70mmF、はい、2.8、はい、非常に素晴らしいレンズなんですけども、こちらもですね、カビが生えているということで、ジャンク1100円で購入したレンズです。はい、このセットで、先日ですね、はい、撮影に行ってきました。で、その時のことについてまずお話をします。はい、木曽のですね、宿場町、妻子宿というところでこのセットで撮影をしていました。フィルムはですね、コダックの、ISO感度200、36枚撮りを使っていました。で、最初はですね、私いつも絞り優先で使うので、絞り優先にして、はい、絞りを変えてですね、撮影をしていたんですね。このカメラ非常に優れているのは、このファインダーの中で、ほとんどの情報が分かるんですね。シャッタースピード、それから絞り、撮影枚数ですね、ピントが合っているかどうか、はい、露出補正をしているかどうか、ほとんどファインダーを覗くと分かるんですけども、はい、途中まで撮影して気がついたんですね。絞りを変えているのにシャッタースピード変わらないんですよ。あれ、おかしいなと思ったんです。あ、そうか、このレンズがね、自動絞りに対応していないんだと思って、以後はですね、はい、絞り込みをして、速攻をして撮影をするようにしたんですね。あ、こういうもんなんだな、このレンズはそういうレンズなんだなと思っていました。はい、ところがですね、実は今日ですね、このセットでやはり、基礎の紅葉の撮影に行ったんです。まあ、学習しましたので絞り込み速攻で撮影をしていたんですけども、どうもですね、オートフォーカスが今度おぼつかないんですね。なんかすごく迷うんです。おかしいなぁと思って、撮影が終わる頃気がついたんです。ああ、そうか。はい、皆さん何が原因だと思いますか？レンズもボディも決して悪いことがなかったんですよ。だけど、はい、絞り込み速攻しないとちゃんと速攻しない、それから、オートフォーカスがうまく起動しない、はい、実はですね、これは、レンズとカメラの接点ですよね。接点が実は汚れていたんですね。このボディの方はもう何年もおそらく使われなくて、ジャンクで、販売されていたボディです。レンズもホコリだらけで、ジャンク箱に放置されていたレンズです。購入した時に両方ともですね、私、綺麗に清掃はしたんですけれども、接点っていう意味ではもっと繊細なんですね。ということで家に帰ってきて、接点修復剤を使って、はい、綺麗に清掃しました。するとですね、例えばオートフォーカス、はい、瞬時に動くようになりました。それから絞り込みをしなくてもちゃんと、絞りを変化させるとシャッタースピードが変化するようになりました。まあ、こんな、ジャンクならではの失敗をしてしまいましたけれども、この後ですね、はい、基礎の宿場町妻子宿の写真をですね、スライド動画で、ご覧いただきたいと思います。ご覧いただくと分かるように、最初のうちはですね、ちょっとおかしな、はい、設定かなというような写真も見られるかと思います。このセット非常にお気に入りです。なので今日もですね、紅葉の撮影に出かけました。これからもですね、このセットで、はい、いろんなところを撮影してみたいと思います。はい、今だからのびりフィルムカメラのひとりほとでした。最後まで、ぜひスライド動画ご覧ください。